生体写真帯らげは、有櫛動物門に属する動物の一種。極端に細長い帯状をしている。極端に扁平で細長い帯状をしている。これは、一般の串クラゲ類の球形に近い形から、陰頭軸の方向に左右に強く引き伸ばされた形である。この横方向の長さは大きいものでは1メートルから、時には1.5メートルにも達するものがある。 最も普通は8 0トル以下である。幅は約8センチメートルであるが、この方向が体の縦軸方向である。全体に透明だが、黄色や紫の半紋がその両端に出る答えがあり、また同じような色が水管や触手に出る例もある。蘇印透面の串板列は伸びている部分の両側に二列ずつ、上面の全域にわたって広がる。イシクシ面の列は、 体の長短にある感覚器の近くにあるものの、ごく短くて、痕跡的になっている。左右の伸びた部分の中央を水管が、端まで伸びるが、これは、体の中心部を縦に走る間、夜間から分かれ、一度口側に伸びた後にこの高さに曲がり、そこから伸び出している。この管は、端で引頭つらぐシータ列の下を走る、四五管とながり、生殖腺はこの四五管に沿って、 串板いた列の下の全域に連続的に発達する。体の下側は溝があり、その全域にわたって多数の二次触手が出る。その体はこの類としては硬く、また筋肉がよく発達している。世界中の熱帯から亜熱帯域の海から知られる。表層域に見られることが多いが、小笠原沖では深さ300メートルで観察された例もある。日本では 東北地方以南で見られる。海足類や、その他の小型甲殻類を捕食する。捕食の際には、口方向に水平に移動する。また逃げる時には、蛇のように全身を波打たせ、横方向に素早く動くことができる。死後間が発光する。発生の面では正気には、風船クラゲ型、つまり、楕円型で縦に8列の櫛板を持ち、 一体の騎士状の分子を持つ触種がある。その後に左右に伸びるように成長して、生態の姿になる。本種の属するオビクラゲ属にはこの他に、いくつかの種が記載され、日本産のものは、C アンフィトライツとされたこともある。例えば、岡田他ではこの学名の下で、で、C ベンナースを、大西洋産として説明し、その上で別種と扱うことに疑問がある旨を、記している。 ミネミズ他では、カシラキの学名をとっており、現在では、本属は単形であるとの判断のようである。禁煙のものには、形態的に似ているが小型のコービクラゲベロマン、パララルラムがあり、これは20センチメートルほどと、はるかに小さい。その他に素一色種面の串板列を完全に描くこと、水管の配置に違いがあることなどから別属とされている。この二種で、 帯クラゲ化を構成し、王に帯クラゲ目を単独に立てる。その形と泳ぐ、姿のエレガントな、美しさから、ビーナスの飾り帯との故障がある。またその奇妙な姿から、時に、海の怪物目撃団と結びつけられる。例えば1963年には、ニューヨーク近郊で巨大な海蛇のような怪物の、目撃があり、これが、 本種の巨大に成長した個体だったとの説が唱えられたことがあるという。以下、種として、ミネミズホカ、P334 ヨシノには、最大2メートルという数字が挙げられているが、これは他の文献には見られない。武田監修 p 四十三千原、村の p 五5 7ミネミズほか p 三3 4ミネミズほか P198 ミネミズホカ、p 百九十八山地 P304 から305ルで、吉田 P94、武田監修 P43、あらまた P84? ありがとうございます。